お待たせいたしました。 LJL2018 スプリングスプリットラウンド1マッチ3の開幕です。まずは奪われた王者、その奪還に燃えるリベンジャー、デトネーションフォーカスミの登場です。続いてはプロとしてエンターテイナーとして極上の幸せをファンに届ける、その名前その思いを乗せてさらなる上に羽ばたくことができるか、セブンスヘブン。さあ選手が揃ったところで握手をお願いいたします。デトネーションフォーカスイーバースセブンセブンの対決始まりです。さあというわけでね、皆様お待たせいたしました。改めまして LJL2020 スプリングスプリットラウンドはマッチ3ということでね、まあ、今年はレッドブルゲーミングスピード東京という場所からお届けしております。改めまして、実況するのはサイズです。そして解説にはレボロさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、ちょっと待ちに待ったというべきですかね。そうですね、まあね、まあ、若干モニターの方も、会場に来ている方も待ったんじゃないかなというのはありますけれども、まあ、ここから始まりますから皆さん楽しみに、していただければなと思います。さあ、パッチの方は 8.2、 グローバル版はございません。それでは LGL2018 スプリングスピリットラウンド1マッツリデトネーションフォーカスミー VS セブンセブンの試合の模様をお送りいたします。さあ、またツイッターの方で勝利チーム予測の投票はもう終わったのかな、はい、やっておりますので、よかったらですね、投票をお願いいたします。さあ、それでは両チームのスターターを見ていきましょう。まずはデトネーションフォーカスミーから。トップエビ、ジャングルスティール、ミッドセロス、 ADC ユタポン、サポートビビットとなっております。さあ、続きましてセブンスヘブンのスターターです。トップライジン、ジャングルサベージ、ミッドロケニア、 ADC ハレッジ、サポートティントンとなっております。さあ、続いて両チーム本日の注目選手です。エビとそしてハレッジということで、新しいプレイヤーと。そうですね、新加入のプレイヤー1人ずつ両チーム入りましたから、チーム変わってもやるんですね。まあ、あのアンソルドスタッフゲーミングでやろうって言い出したのが確かハレッジじゃなかったでしょうか、エンティでしたね。まあ、そのボットレーンの2人のどちらかだったと思いますが、まあ、そういったところでチーム変わってもというところですね。まあ、やはりこう新しいチームに入って、この両プレイヤーがどうチームに対してインパクト影響力を与えられるのかというところは注目のポイントだと思いますね。やはり、まあ、デテンションフォーカスミー、エビ選手が入ったというところでトップレーンからのプレッシャー、レーンが非常に強力ですし、トップからミッドへのロームというところが彼の特徴でもありますからね。一方のセブンセブンとしてはハレッジ選手、ボットレーンが、まあ、セーフティーなレーニングをするタイプのプレイヤーというところで、ティントン選手の相性の良さといったところが期待されますし、さらにはロケニア選手がミッドレーンに移動するというところで、ロケニア選手のミッドレーンのプレッシャーといったところも、まあ、一つチームとして大きな要素になってくるのかなという感じがしますね。さあ、というわけで、そして他の4名のメンバーは変わっていないということですから、ただね、その情報だとサトリがスタメンになるよということですけれども、今回はライジンが今スターターとして発表されてますよね。バランス的にはどうなんでしょうね。やはりこうチームファイト、集団戦というところを考えると、サトリ選手はタンクが得意なプレイヤーですから、集団戦に寄せた場合はサトリ選手、でレーンフェーズ、そしてまあアグレッシブなプレーというところではライジン選手がそういった特徴を持っていますから、序盤からプレッシャーをかける、トップサイドからプレッシャーをかけるというところでは、まあ、ライジン選手という形で使い分けていくのかどうなのかというところですね。あとはどうでしょう、まあ、エビ選手対面というところでトップレーンでやり合うと
ところで大事選手を選んだという可能性もありますよね。あ、なるほど、 1V1 をやってほしいと、はい、トップレーンのところで押し負けない、やはりエビ選手非常に強力なレーニングフェーズの強さを持っていますからね。そこに対してさらにサベッジ選手もガンクが非常に得意なプレイヤーですから、そういったところのソロレーンのシナジーといったところからセブンセブン、まあ、今日のメンバー構成だと期待できるのかなという感じしますね。あとはミッドにロケニアという話も少しありましたけど、まあロケニアといえばどこでもロケニアみたいなね、どのレーンでもまあちょっと意味合いが違いますけどね、どこでもダラとはまた違いますが、まあまあまあ、ダラの場合はねどこでも出てくるよと質問どこでも出現するぞということですけど、まあロケニアの場合は確かにそうですね、どのレーンでもできるよというところですよね。ミッドレーンの場合だと、まあ、やはりオリアナとルシアンというところで、まあ、記憶に残っているのはその2体のチャンピオンなんですが、レーン戦のアドバンテージを作ってこうレーンを押し付けて相手の CS を奪っていく、もしくはミッド周辺の視界のコントロールを取り切るというような印象が強いです。しかし今の、まあ、メタだと、まあ、ロームというところが鍵になっていきますから、レーン戦で強引にプレッシャーをかけていくよりも他のレーンのプレッシャーをかけていくという選択を取るのかどうか、それとも従来の、まあ、ロケニア選手が見せてくれたミッドレーンのスタイルを貫くのかどうかといったところ、まあ、あとはやはりセロス選手とのミッドレーンの対決というところも注目のポイントですよね。なんか最近ソロ級だと、まあ、メタのチャンピオンも練習しているなんていう話もありますけど、どうなんでしょうね。メタ外のチャンピオンの方がセロ選手は印象強いですけどね。ハイマーですか、はい、とか、まあ、他にもメタではない中でジグソーをピックしたりだとかというところで、少しチャンピオンプールが独特なプレイヤーでもありましたが、まあ、メタチャンピオンとなると、まあ、今だとやはりアジールゾーイ、マルザハル、ライズ、ガリオというところの5体になりますかね。さらには加えてタリアというところも候補になってきますか。トゥイステッドフェイトはダメですか。そう、フェイトって言わなくていいんですよね、ツイステッドフェイト。そうなんですよね、はい、ミスフォーチュン、はい、ちゃんと、まあ、フルネームいるようなんですかね。面白い、ツイステッドフェイトも面白いと思いますけどね。 今まではビルドが最初にリッチ面を買っていくというビルドが多かったですが、ちょっとさすがにそれだと連戦が苦しいので、カタリストからロッドオブエイジに行ってというビルドがまあ多いですが、やはりロームといえばツイステッドフェイトですからね、ピックされてもおかしくないと思いますし、あとは先ほどガリエル選手、まあ、見せてはいましたけどピックはしませんでした。オレリオンソルなども候補になってくると思いますね、はい、なるほど。さあ、それではドラフトスタートしたので見ていきましょう。ブルーサイドはデトネーションフォーカスミ、レッドサイドはセブンセブンです。やはりライズ、そしてゾーイ、こういったチャンピオンは評価が高いようですね。そしてガリオ、フォーカスミンファーストピックの権利を持っていますが、ミッドの番を続けますね。これはもうロケニア対策とそういう形になります。さらにはミッドのファーストピックとしては、そういったローム系のチャンピオンを相手に渡したくない、そして自分たちは取らないということですかね。まあ、ただアジールは狙うんじゃないですか。あとは残っているとすると、まあ、アジールとそしてタリアというところがローム系のチャンピオンだと残ってますけどね。さあ、カリスタオバン、おっとちょっと画面が、見えませんが、まあすぐ治ると思います。お待ちいただければと思います。デトネーションフォーカスミはどうやらカジックスですね。これはサベッジ選手の得意チャンピオンですね。さらに今かなり旬なチャンピオンでもあると、まあ、アルティメットシンカー、そしてモビリティブーツを履いたカジックスが縦横無尽に物資内を駆け巡っていって、インビジブルで相手に移りませんから、あ、相手の視界を確保しに行くという動きは非常に得意なチャンピオンですね。さあ、ラストワンはコグ、そしてファーストピックはナーです。ナーの評価がかなり高いようですね、どのチームも。アジールでもなく、ガングプランクでもなく、セジュアインでもなく、ナーですよね。となるとやはりエビ選手がトップレーンからレーンのプレッシャーをかけていくという選択になりそうですね。ああ、そしてすぐさまカミールです。ナーに対してカミールはカウンターとされていますからね。理由としてはやはりナーというチャンピオンはミニナーの状態でダメージを受けてしまうと、ミニナーはステータスが非常に低いチャンピオンなので、連戦のダメージの取れると負けてしまうと。ですから、あ、ミニナー中に攻撃されるタイプのチャンピオン、例えばまあこの場合だとカミールであったりジェイスであったりといったところの相手は苦手としていますが、お、ちょっとびっくりしましたよね。トランドルはさすがに、トランドルはナーに対して何もできませんから苦しいなという感じでしたが、まあ、ナーだけにね、はい、アジールと
いやでもちょっと見たかったですね、セロスのアジールというのはね。そうですね、ただおお、え、行きますか。かなりハラス苦しいですけどね。おお、ジグス、ジャーバン、そしてジグスです。ロケニーちょっと嬉しそうですね。いやえ、ちょっと待ってください、メタのチャンピオン練習してきたんですよね。僕はその情報を聞きましたけどね。ええ、それすらブラフだったんですかね。可能性はありますね。まあ情報戦というのはプロにとってはね、大事な戦いですから。そしてバルスト、さあバルスをロックしてバンフェーズ2に入ります。これで残っているのが、まあ、まあカミールが今ジャングルもいけますから。そうですね、トップジャングル両方ともいけますから、セブンセブンとしてはフレックスのチャンピオンというところで、まあ、万能対象しフォーカスミーはレイン戦に絞るというところが、まあサポートぐらいですかね。さあそのサポートに絞っていくということですが、まだボットレーンデトネーションオーカスミーとしては見せていない。そしてセブンセブンとしてはまあバルスが確定していると。カミールは何当ててくるだろうという予測でセジャニからまずバンしていきましたね。そしてセブンセブンとしてはんーボットレーンのレーンのアドバンテージ取られることを嫌ったのか、ケイトリンのバン、おー、そしてザヤもバンしていきます。さあこれでラストバン、あとどうしますかね。サポートのところで、まあ、ブラウマーリスタータムケンチといったところが残ってはいますが、タムケンチがまだオープンですから、タムケンチ今評価高いんですよね。非常に高いですね。やはり中盤のところでタムケンチのアルティメットからゲーム動かしていくという展開最近かなり多く見られますから、そこ潰していきましたね。さあタムケンチをバンしてビッグフェイズ2です。いや、はい、そうですね、サポートを見せてカミールトップジャングルか最後まで見せないという手もありますが、どうしますかね。おっ、芝だ、はあ、確かに先ほどの試合でもバンされていましたが評価高いということですか。ピックはされてるんですよ、結果が残ってないんですね。そうなんですよね、17試合か18試合ほど、まあ、海外の、国際大会の方でですよね。そうですね、大会でピックされてるんですが1勝しか挙げられてないんですね。1勝15敗みたいな。1勝15敗、僕が確認した時は1勝16敗でした。あら、なのにピックされるっていうのは何か理由がただあるんですよね。そうですね、やはりファームが非常に早い、そしてブラッドレーザーが完成した後はもう相手のジャングルに対して入り放題になるというところが大きいと思います。そして集団戦のフェーズになると、フローズマレットを完成した時に、まあ、敵のバックラインに対して張り付くことができるというところが大きいですね。プレスアタックとも相性が非常にいいですよね。プレスアタックのナーフによってちょっとピックしづらくなったのかなと。今まではプレスアタックの3発目からダメージの増加というところが反映されていましたが、 8.1 でナーフされて3発目まで増加は与えられず、4発目からようやくプレスアタックのダメージの増加が反映されるようになったというところが少し影響しているかなという感じもしますが、さあエズシェントピックしてラストピックはタリックです。さあチーム構成としては出揃いました。デトネーションフォーカスミーとしては、まあ、かなりバックラインに対してダメージとして飛び込んでいくことができるチャンピオンが揃っていますね。ナー、ジャーバン、そしてそれに合わせてシェンのアルティメットに入っていく。何や、まあ、ジグス、エズレイがそれぞれアルティメットのレンジ非常に長いですから、バックラインのロケニア選手とハレチ選手を狙っていくような構成になっていると思いますね。そして一方のセブンセブンとしてはフロントラインを作りながらアジールとバルスが後方からダメージを出していくというようなスタンダードな構成になっていると思います。前から敵のフロントラインから溶かしていくような集団戦にかけた構成になってますね。そういう意味ではこうかなりですね、ボットレーンのというかサポートの、まあ、ティントンがアルティメットをいかに使うかと、タイミングがかなり重要になってくると。そうですね、特に、まあ、ナーとジャーバンが飛び込んでくるというところがかなり想定されますから、まあ、そこをブラウムの強さを生かして、まあ、ディセンゲージしたいんですよね。タリックです。あ、タリックでしたね、はい、タリックのアルティメットで無効化しながらですか、はい、まあ、エンゲージに対してアルティメットを使うのか、それともジグスとエズリアルのダメージといったところを狙って無効化していくのかというところのアルティメットの使い方も難しいですね。あとはまあロケニアのアルティメットで分サレーでまあ回避するというのもありますけどね、まあ、あとはハレッチのスキンには注目したいですね。愛の下流のスキン、
まあ確かにそろそろバレンタインですから、ああ2月14日いやこの話しよっかっていう打ち合わせしといてやめませんっていう話を君がしたのに、いやただぶっ込みますね。スキンの話となるとちょっとさすがに触れないわけにはという感じもしましたがいや今どうしていいか俺は困惑してしまいましたさあ始まりました LJL2018 スプリングスピリットラウンド1マッチ3デトネーションフォーカスミー VS セブンセブンの試合スタートです。おおファンが応援してますね。応援してますね。その期待にフォーカスミーこの試合応えられるかどうか。スタートのところで言うとかなりストップウォッチを持っているプレイヤーこの試合多いですね。特にセブンセブンサイドが4人持ってますね。やっぱりストップウォッチがあるかないかでだいぶ大きいと。そうですね、やはり、まあ、6分から使えるようになりますがそのタイミングというのはガンクであったりそしてアルティメット手に入っているタイミングというところでタワーダイブが可能になるようなタイミングでもありますからね。そこを一つカバーできるというところはかなり強いですよね。まあただどうなんですかね、どっちに使うかが大事だと思いますよ。アグレッシブに使うのかそれともディフェンシブに使うのか。この場合だとセブンセブンサイドとしてはカミール、シバナというところでアグレッシブに使うことが可能なチャンピオンを揃ってますね。一方でハリス選手とティントン選手からするとまあ受け身ですかね、ディフェンシブに使うというところがストップウォッチ使う可能性としては高いと思いますね。で両者とおっとセブンセブンはトップサイドからスタート、ええ、一方でデトネーションフォーカスミーはレッドバフからスタートですが、おっとこれちょっと面白いですよ。どうしました？ユタポン選手のキーストーンが魂の収穫ですね。猫ババではないあの競技陣初めてです。世界的に見ても魂の収穫が使われたというのは僕は過分にして知りませんね。これは初ですか。これでも魂の収穫確かいくつでしたっけ？200300です。300ですかね。300になれば、接続時間がかなり長くなります。あそれもあるんですけど確か何かのダメージに何かのキーストーンのルーンのダメージに対して魂の収穫の魂の、収穫の数200だったと思うんですけど、そうすることで上回るみたいなダメージが。あーなるほど。ちょっとねプレスアタックだったか何なのかちょっと忘れしてしまって申し訳ないんですけど、いやしかしただユタパンはというかデトネーションフォーカスミーガというべきですか、国際的に見ても新しいことをやってそれを世界的に認められるというのも実績はありますから、特にセロスのミッドレーンのランクプランクなんかは特にそうでしたよね。あとユタポン選手の、まあ、ビルドというところも独特なものがありますからね、うん、いやただあのサステインであったりゴールドの獲得大体エズリアルであれば16分あたりでこうアイテムを2つ完成するというのがネコババを持った時の強さになりますが、それがないですからね。まあ、そこを魂の収穫で、まあ、補っていくという形になりますね。さあトップレーンにスタンバイしているのはスティールですが、エリアかなり強気なプッシュをしています。体力を大きく削っているリコールを止めようというような動き。いやこれは厳しい、ライジンかなり辛いぞ。テポートを使って戻るにしてもその間に相当 CS ロストすることになりますね。レベルのアドバンテージを完全にエビ選手が奪ったといえると思います。スティール選手がボットサイドレッドバフからスタートしてそのまま自陣ジャングルを勝ってからトップの相手のクルーグへと入っていく中で、そして相手のスタート位置セブンセブンのジャングルのスタート位置といったところを多分ハレッツ選手とティントン選手の連のスタートからカンパした上でかなりエビ選手はプレッシャーをかけていったレーニングをしたというところが効いてますね。ミニオンのワンウェーブの経験値のロストが発生しました。スティールの隠れた名プレーというやつですか。ただサーベージはちょっと面白い、インファナルドレック触ってる。ただそこに来るのはスティール、ティントンカバー。両者ともにまだ気がついていませんね。気づきませんか。セブンセブンサイドは気がつきましたがボーガスミーが気がつけなかったと。さあインファナルドレック獲得、セブンセブン4分40秒というところで取りました。シバナはドラゴンへのダメージが高くなるパッシブを持っていますし、ドラゴンを狩るごとに、物理防御と魔法防御が5ずつ上がるというパッシブを持っていますから、まあ、ドラゴンを狩るという恩恵は非常に大きいチャンピオンではありますが、それを犠牲、まあ、それを得るためにライジ選手が犠牲になったというようなシーンですね。ですからここからセブンセブンとしてはドラゴンの確保を取りつつライジン選手のレーニングをいかにカバーするかというところが鍵になっていきますね。なんといってもエビ選手はトップレーンのタワーへのプレッシャーだけでなく
ミッドレーンプレッシャー与えられるプレイヤーですからね。さあそのトップレーンまたしてもスティールがいきます。サベージがそこのカバーをしようかというような動きは見せてはいますが、いやーちょっと厳しそうですね。そうですね、ただもうそろそろ、まあ、6分あと20秒になる中でライジン選手ストップウォッチが手に入りますから、そこまでは我慢したいところですね。一方フォーカスミとしてはそうですね、やはりストップウォッチがアクティブになる前にガンク決めたかったというような動きでしたね。いやライジンとそしてエビのラストヒットの差がダブルスコア、これはまあジャングルのスタート位置の影響が大きいですね。さらにはジャングルのタイプガンカーのジャーバント、そしてファームして、怖いでも完成するまで試合に対して影響を与えられないシバナというところの差で、トップレーンのコントロールは差がついてますね。ここは一つこのシバナが世界的に競技シーンでうまく成功していない理由なのかなという感じがします。レベル6ではなくて、ブラッドレーザーの完成までちょっと敵のジャングルに対して入っていけないので、あまりにも試合に対して影響を与えるタイミングが遅すぎると、そこをどうカバーするかがセブンセブンにとって鍵になりそうですね。時間帯としてはどれぐらいで完成するんですか。だいたいそうですね、まあ、12分ぐらいですかね。まあ、そうなると確かに試合に影響というのはかなり遅いと。遅いですね。さらにはもっと言えば本来であればシバナはブラッドレーザーとそしてフローズンマレットまで欲しいですから、それを考えると20分近くまでかかってしまうと。ただそれでも強引にサベージが入っていって影響を出そうとはしていますが、カンパはされています。ここはビビットのカバーです。レベルの先行はしています。いやそしてエビがレッドバフにワードを置きました。ファームの先行もできていますから、まあ、10分ぐらいにはブラッドレーザー完成しますかね。ただロケニアのレーニングが非常に強いぞ。常にミッドレーンが押し込めています。これがあるからこそサベッジ選手がスティール選手からプレッシャーを受けずに済んでいる大きな要因だと思いますね。ミッドレーンのウェブのコントロールが取れていれば、ミッドから敵のジャングルへというルートを潰せますからね。ただこれそのロケニア選手を潰そうとしてますよ。いやただ警戒はしている。ワードに移っているでしょうか。ただボットサイド寄りなんです。ノックアップは食らいませんでした。そしてアルティメットまで使いましたね。トゥルーショットバラージュ当たるんじゃないかこれ。うん、際どい、避けてましたね今。いや今セロス選手も少し左寄りに、でもアジールの左側にボムを投げて右側に避けさせてガンクのセットアップを実はしていたんですが、ロケニア選手が全くこうスキルを使わずに温存していたことによってフラッシュもヒールも温存してガンクを下げることができましたね。高度な駆け引きがあの瞬間にあったと。メガインフェルノボム、うん、ヒールを使用します。でもこれ視界なかったですよね。なかったですね。おっとさあそしてジャングルの 1V1 サベージが強いぞ。スティールは逃げます。シバナサイドから先にブラッドレーザーなくても仕掛けて体力のアドバンテージを取れるとなると、サベージ選手がゲームに対して影響を与えるタイミングというのが早くなりそうですね。ただ早くしないとちょっとまずいことにもトップレーンになりそうですから、もうすでに 31CS 差大体600ゴールド近く差が生まれているような状況ですから、エビ選手の存在というのもセブンセブンとして厄介になってくると。で今のところでもロキニア選手に対してプレッシャーを受けている状況というのをセブンセブンとしてはどうにかしてカバーしなければなりませんからね。さあ 1V1 発生、メガになるタイミング、フックショットで逃げるかと思ったら仕掛けていくのはなんとライジンだ。さあサベージのカバーが来ている。さあここでヘクステックアルティメイタム、ただエビは逃げない、当然追撃してなんとね、メガナーきっちりやってる。ただここにストップウォッチだ、ライジン完璧なタイミングが、さらにはシールドパッシブ発動で生き残っている。サベージはバックラに入ってエビを狙いますが、それでもデッドしてね、そこにだと来ていたのはスティールだ。いやこれではサベージが孤立してしまった。ファーストブラッドはスティール、とんでもない個人技の応酬でした。いやすごいですね。ちょっとセブンセブンとしてはサビス選手が、まあ、孤立してしまいましたから最終的には1球取られたものの、ライディン選手の計算完璧でしたね。完璧でしたね。
シールドが上がるタイミングというのをストップウォッチで稼いでクールダウンが上がったのを確認してもう一度E を敵に当てることによってシールドを発生させてと、さらにはティントン選手のテレポートのタイミングというのもしっかりとチーム全体で共有できていましたね。いやカミールのカミールっていう感じですよね。本当ですね。まあ、ここで仕掛けて誘ってますよね。ここで逃げるのではなく仕掛けていくと、ちょっとここでサビス選手が入るの遅いかなと思ったんですが、ストップウォッチ、そしてこれによってタリック間に合いましたからね。あ、まずはタリックのシールド分でしたか。うまく解除されてしまったことによってファーストブラッド相手に渡してはしまいましたが、ちょっと個人技の応酬が凄まじいですね。あとこれ本当ストップウォッチを使うタイミングもうちょっと遅らせるつもりでしたね。今ライジン今見てたらチビナーの時のダブルのパッシブの3発目の追加魔法ダメージをヘクステックアルティメイトまで避けようとしてたシーンありましたよね。ありましたね。ただちょっと当たってはしまったんですけど、それがなければひょっとしたらというようなシーンもありました、シーンでしたね。さあただこのワンプレイ、さらにはレーニングが続いてグローバルゴールドでは1400ゴールドデトネーションフォーカスミーが有利を築いています。これライチン選手、ただやはり先ほどのワンプレーがあってもレーニングが苦しいままですね。エビ選手が、まあ、近くにサビス選手がいないことを確認した上でプレッシャーをかけ続けて、タワーの体力がすでに半分近くまで削られてしまってますね。これちなみに、ユタポンは、村マナ完成してますよね。それに対してまだグインソーに遠いハレッチというこの状況のレーンであればどちらの方が強いんですか、ボットレーン。この状況であればそうですね、やはりエズリアルと言いたいところなんですが、まあ、バルス自身がそもそもレーン強いですから、まだファーストコアアイテム完成したといえどエズリアルがボットレーン勝てるというような状況にはないですね。あ、なるほど。さあそしてその間にインファーナルドレイク獲得はデトネーションフォーカスミーです。今魂の収穫のスタックは48ですか。そうなんですよ、12分で48ですからね。24分になればじゃあ、まあ、普通にファームをしていればまあ100程度と、ただまあキルとかが発生するとわからないですけど、わからないですが、ただ通常に進めていくとあまりにもやはりスタックが遅いですよね。まあ、あとどうですか、こう一番最初のウェーブであれば4ウェーブに1回でしたっけ、うん、ただ3ウェーブに1回キャノンミニオンが来るような時間帯にもなれば、そうですね、試合時間が進めば溜めやすくなるのは間違いないですが、ただやはりこうエズリアルのパワースパイクがまあ、20分前後から30分までの10分間であることを考えると、ちょっとそのタイミングと魂の収穫のパワースパイクというのがずれているというところが気になりますね。もう一度トップレーン、さあもう一度トップレーンです。メガナ、うん、すかしてしまいましたね。そうですね、フックショットで来るともしくはダブル持ってくると思いましたかね。今そのようですね。さあそしてスティールもトップレーンにカバーに来ています。とにかくエビ中心で作り上げてきたというような戦い方です、デトネーションフォーカスミー。一方のセブンセブンとしてはちょっとこれ振り回されているというべきなんでしょうか。そうですね、トップレーンへの対応というところでサベチ選手のファームというところが止まってますかね。セロスまでも寄っています。さあファーストタワーどうやら獲得はデトネーションフォーカスミーになりそうです。トップレーンのタワーがかなり削れていますから、そうですね、ファーストタワー獲得はデトネーションフォーカスミーです。もうすでにトップレーンエビ選手とライジン選手の間に1600ゴールドも、うん、ゴールド差が生まれています。大きな差になってますからね。ここをセブンセブンとしてはどう覆していくのか。今3000ゴールドほど、まあ、2700ゴールドですか、すでに連戦だけでフォーカスミーは頭に作れてますからね。さあサベージかなりこう相手のジャングルに入っていけるようなシーンというのが序盤は続きましたが、この時間帯から動かさなくてはいけない芝田に対して入れていないと。そうですね、ここからまあプレッシャーかけていきたいところですし、さらにはドラゴンも確保し続けなければなりませんが、2つ目のインファーナルトリックはまあ抑えることができていませんからね。トップレーンのカバーに入るためにボットサイドから体を離していましたから、ドラゴンに対してアプローチできませんでしたし、ちょっとセブンセブンとしてはまあ、序盤のゲームの作りというところでフォーカスミーンに一歩上を行かれてしまっているというような状況ですね。あとロケニアがちょっとおとなしいというようなイメージが僕の中ではやっぱりどうしてもあるんですよ。
まあ、アジルですから、まあ、もちろんシュリーマシャッフルが、まあ、非常に頑固なセットアップで強力とはいえ近くにジャングラーがいなければなりません。そんな中でサビス選手がずっとトップサイドのケアにしていますから、ギリナ選手としても動くに動けないのかなという感じしますね。あとはもうこの段階となると瀬戸選手が使うジグスがウェーブクリア非常に速いので、アジールを上回るウェーブクリア能力を持っているので仕掛けづらいというのもありそうですね。あとファーストタワーを取ったにもかかわらずレーンの割り当てというのを動かしませんよね、デトネーションホーカスミは。まあ、取ったのがトップのファーストタワーなのでエビ選手が一人で取りましたから、大体スワップ数…おっと大丈夫ですよ。ここさあスティール寄りますがフラッシュありますからね。近くにというかボットサイドからハリス選手とティント選手寄ってましたね。寄ってましたね。ただデトネーションカスミは冷静でした。まあ、そのボットレーンの AD キャリーとサポートのレーンがタワー破壊することができたらその2人を他のレーンへと動かしていく。やはり AD キャリーが一番タワー CG 能力が高いですからね。しかし今回は倒したのが破壊したのがトップレーンですから、まあ、スワップするために AD キャリーを動かそうにもミッドかボットしかないというような状況で、うん、まだまだ動かす必要性はないと考えているんですね。そしてまずはリフトヘラルドとトップサイドプッシュしてボットトップサイド側の奥にワードをしっかりと置いた上で、オブジェクトのコントロールしていますね。またしてもワンボイワン仕掛けています。あっとフックショットが今止まってしまった。さらにはチビナナイスタイミング、フラッシュを使わせられたライジン。さあそこにヘクステックアルティメイト、もちろんスティールも寄ってくる。さらには瞬身後方のビビットですがライジンうまく対応した。そして体力は回復していますがエビは当然タワーダイブ。さあ1キル獲得デトネーションコスミ、そしてそこにサベージが寄りますが決戦場で止めている。なんとかアルティメイトに逃げた。ナイススキルショット、サベージも返していきます。1-1のトレード、いや素晴らしいですね。ただ大金選手が苦しい状況には変わりはないですが、よりというところでフォーカス見るのが早いですね。このおっとケガルの連鎖、さらには3、いやストップウォッチです。これビビット選手の TP ですね。今はもうサポートが解放の魔導書を持って、テレポートを持つそういったメタになってますね。まあティントンも解放の魔導書です、テレポート持っていますから。あ、そういえばこう最近だとタリックが、Q のヒールの回転数を増やすために涙を買うというビルドがちょっと流行ってますね。タリックリメイク以後オートアタックすれば Q のスタックが溜まる、ヒールのスタックが溜まるというところでオートアタックの回数を増やしてヒールの回数を増やすと、そしてそのためのマナを確保するという選択が多いですね。実際に有効なんですか？非常に強いと思いますね。ただオートアタックができればですが。さあミッドレーンにリフトヘラルドを召喚です。皇帝のブンサレフラッシュまで使用してロケニアは逃げていきます。さあミッドアウタータワー獲得、そのままインナータワーにも行けるんじゃないか。セブンセブンとしては寄らなくてはいけないぞ。さあリフトヘラルドアタック、大きくタワーの体力が削れました。エビ選手を生かしてオブジェクトをどんどん取っていってますね。先ほどトップのファースト破壊してトップサイドを押してからトップサイドの視界が取ってくる。おっとこれはやってしまった、スタンに変わった。ライジンこれは逃げようがありません。スティールのキルにやります。もったいないですね。トップサイド側でアクションを起こすというのはもうセブンセブン非常に難しい状況になりましたから、ボットサイドでもしくはミッドレーンのロギニア選手を生かして動かしていく以外ないですね。さあハレッジ、コアアイテムのグインソーは完成しましたから、あとはやはりこう、まあ、スキルレンジは足と比べるマークでもないですが UTT の AD キャリーという点もバルスとしては挙げられますから、やはり一つ逆転のきっかけを作れるチャンピオンです。アルティメットを生かしてピックアップを狙っていきたいですね。ということはピックアップということはですね、ハレッジを動かさなくてはいけないわけじゃないですか。セブンセブンとしては早めにボットレーンのタワーを取らなくてはいけないと、もしくは対面にいるユタポン選手を倒してボットのファースターを狙っていくという形でもいいですが、もしくはドラゴンファイトですね。さあオーシャンドレイク、確かにドレイクは欲しいセブンセブンに対して取られたくないデトネーションフォーカスミ、なんといってもシバーナがいます。そしてトップレーン、ミッドレーン押し込んではいます。いやテレポートでティントンはボットレーンへ、ユタポンが一度リコール。さあドレイクをどうするんだ。
ミッドのファーストタワーはフォーカスミー破壊できていますから、まあ、そこミッドプッシュして、そしてそれを生かしてドラゴン前の力を取り返していくかなと思ったんですが、ちょうどボットレーンのリコールタイミングになってしまいましたね。セブンセブンはそれを生かしてドラゴンのコントロールを狙ってますね。トゥルーショットバラージも飛んできますが、さあしっかりドレイク獲得はセブンセブンです。そしてハレッジがタワー殴れていますね。ユタポンとしてはストップウォッチがもう壊れているので売却しましたから、ユタポンを狙うというのは確かにいい選択肢かもしれません。ただエドエルはまあフラッシュとそして E のブリンクがありますから、そういった仕掛けに対して機敏に反応することができます。そこの隙をどうつくかというところが重要ですね。ちなみにカミールがナーのカウンターだというお話がありました。ただし今回はエビがそしてスティールがうまくスノーボールをしてそのカウンターという状況を作らせていないわけですよね。でも元々はカウンターなわけですから、試合が長引けばどこかでカミールが勝てるチャンスがあるわけですよね。そうなりますね。鍵となるのは、まあ、ティアマとタイタンハイドラではなくラバナスハイドラが完成したタイミングになると思いますね。そのタイミングであればダメージのトレードを積極的に仕掛けていって、その後ライフスティーで回復してというプレーが非常に強力になりますからね。トリニティフォースとラバナスハイドラ、その2つが必要になってくると思います。一方でエビ選手としてはそこまでに怖いでも1つ分の差を作っていればラバナスハイドラを作られたとしても相手を封じ込めることが可能になりますね。ワンコアがじゃあ先に完成している方がまあ有利だと。ですからエビ選手としては今非常に戦いやすい状況になってますね。さあそしてブルーバフでの攻防になります。ロケニアは欲しいブルーバフ取らせたくないと。さあボットのアウタータワー獲得はデトネーションフォーカスミー。ハレッジ選手がリコールしてますね。ちょっとこれではあっとやってしまった。なんと綺麗なタウントからトップレーンからエビが降りてきていました。1キル獲得デトネーションフォーカスミーです。デトネーションフォーカスミーはこのブルーバフを取るためにチーム全体がブルーバフ周辺に集まっていた。一方セブンセブンとしては守る素振りは見せていたんですが、実はハレッジ選手がリコールしていたので下がらなければいけなかったんですが、ちょっとサビッチ選手が孤立してしまいましたね。アルティメットで逃げようというような素振りも見せてはいましたが、ビビット選手のタウントが見事でしたね。さあそしてボットのインナー、ミッドレーンのインナー次々と追っていきます。さあこれでタワー5本目です。ちょっとここまでのところセブンセブンとしては芝野をピックしたところ、まあ、ここのタイミングからの逆転のポイントなんですが、仕掛けることができていないですね。常にフォーカスミに、まあ、先手を取られてしまっているという状況が続いています。これデトネーションフォーカスミーとしてはもうプラン通りと、そう言えると思いますね。トップサイドでナーをファーストピックして、そしてトップサイドに対してスティール選手がジャーマンを使ってプレッシャーをかけ続けているアイジン選手を、まあ、もう叩き潰したと言ってもいいと思います。その上でトップのファーストを取ってからオブジェクトをどんどん有利作っていくという流れですね。さあ 1V1 フックショットで逃げたらピョンピョンでついていきます。 AB、 いやこれは逃げられない。さあこれはなんとソロキルです。エビが止まりません。フローズンマレットを完成しているというところもありますからね。となると他のところで動かさなければならないんですが、そしてサベッチ選手もそれが分かってはいるんですが仕掛けられないですね。このままだとボットのインヒビタータワーが破壊されてしまいますから、ボットサイドに誰か行かなければなりませんが、となるとバロンへのプレッシャーがなくなってしまうというところで、このライジン選手が1対1のところで負けてしまったというところはかなり苦しい状況になってますね。さあそのピックアップを狙わなくてはいけない、ハレッジ中心にというお話がありましたが、スティールは仕掛けていくコズミックレディアンス。さあ一度無敵ピントはフラッシュアウト、怪我でのレンサー入っている。スティールを狙いますが、いやドラゴンストライクで逃げている。そしてなんとエビはライジンだけでなくロケニアすらもソロキルしてしまう。フックショットフラッシュイン終身後方で守りに入って、これライジン危ないぞ危ないぞ、ビビットがいやーなんときっちりダローラッシュ決めている。今日は伊勢エビですね。最高級ですね、いやーチームのそのプラン通り、そしてプラン以上に今動いていたと思います。これセブンセブンとしてはだって止めなくてはいけないから、一番強いプレイヤーロケニアを当てたわけですからね。バロンへのプレッシャーを捨ててまでボットサイドにロケニア選手を送りましたからね。2対2ですよ、2対2、 2V3 このプレイヤーの進化は止まらないようです。そしてなんとトップレーンのインナータワー獲得です。これはちょっともうセブンセブンどうしようもないですね。
いや本日の試合でそのアンソルドサフゲーミングのマガンゴが素晴らしいプレイヤーだというお話もありましたけれども、ちょっとそれ以上の衝撃というのをエビは見せてくれてますよ今。素晴らしいですね。だって見てくださいアイテム、インフィニティエッジですよ。インフィニティエッジですよ。普通であればハリケーンかファントムダンサーですよ、ワンボイワン勝ちたいなら。普通なら本当にその通りですハリケーンかファントムダンサーです。そして、まあ、対面のところで仕掛けてくるということを考えると、相手から受けるダメージを 12% 減らせるファントムダンサーですかね。 AD キャリーですか。AD キャリーなんですかね、まあ、ルシアンのビルドにも見えなくもないですが。あーなるほど。であればルインドキングブレードがそれでも良かったですよね。まあ、確かに確かにそうですね冷静に言われるとインフィニティエッジは他のクリティカルアイテムと合わせてこそ進化を発揮するタイプのアイテムなのでもう見てくださいエビの顔もうニコニコですからいやーなんかこれで倒されてしまったら最高級からは格落ちになってしまいますからちょっと気をつけなければなりませんね。そうですね、ここまで言っといてというのも、ね、はい、ありますから。ただこのスティールのポジションがいいんですよね。バロン周辺のところの視界のコントロール徹底してますからね。サベージも分かってはいるんですが止められません。これジグスがいますから、そしてエズリアルがいますよね。バロン触らずともタワー前のハラスで体力を削ってというプレー可能ですね。インヒビターターそのまま取ってしまうと。そうですね、フォーカスミーとしてはバロンというところにやはりリスクを感じてあまり狙っていませんが、これ狙ってますね。2人がかりですよ。2人でです。Q が今クールダウンですが、いやエビ分かってるかのような動き確認しに行って、そして下がります。ガンクは食らいません。そしてブッシュに入っていくタイミングでワード置きましたから、ロキニア選手がボッツサイドにいるという情報チーム全体に共有できてますね。一気にバロン裏、そして深くまで視界を取りに行けます。いやライジン選手とエビ選手、装備差だけじゃなくてレベル差もありますからね。おっと、いやノックアップからの CG チェーン、さらには決戦場アレッチは動けないか。さあケガルの連鎖も返しているが、トゥルーショットバラージ、そしてコズミックレディアンス、サベージはきっちり単行した。さあここから返していきたいが、テレポートで寄ってきたライジンはなんと体力がありません。エビが削っていました。夜そぶりはそして見せません。オートアタックでミニオンに700ダメージを入れるナウは見たことがない3レベル差、そのままバロンに触っています。体力のアドバンテージは大きく取ってますからね。ここでテレポート、これはビビットのテレポート、メガインフィルドボムまで使用してバロン獲得はデトネーションフォーカスミーです。なんて言うんでしょうね、デトネーションという爆発という意味の、まあ、名が返ってきたというような試合内容ですけれども、ちょっと本当に爆発力が違いますね。一方でセブンセブンとしてはちょっと苦しいですね。こうアイテム、そうですね、ロキニア選手がボイドスタッフを完成させて、ハリツ選手がウィッツ、ハリケーンまで完成させればなんとかなるとは思いますが、ここまで耐えられるかどうかですね。これで TP に対して5回オートアタックしてこれです。1回インフィニティエッジのクリティカルが発動して336ダメージという数値が見えましたね。なあですよね、メガじゃないですよ、しかもステータス低い方の状態です。しかもオートアタックでしたよね。はい、ここからどうやらあのジール変えましたから、ハリケーンですかね。これスプリットプッシャーの運用ですよね。そうなりますね。ただ今回エビ選手が素晴らしいのはそれだけではなくて、ヘラルドのコントロールから、そしてヘラルドを生かしてミッドのファーストを取るときにしっかりとミッドに寄っているというところも合わせて、スプリットプッシュだけなくチームがオブジェクト取るときにしっかりと寄っているという点が大きいですね。ただどうなんですか、タンクビルドではないということだけに、こうセブンセブンとしてはロケニア、そしてハレッジはもうアイテムとしては3コア完成しているわけですから、ダメージが出せれば。そうなんです、フロントラインさえ耐え切ることができれば、そしてタリックのアルティメットを使えば、問答のようにタリックのアルティメットの時間だけは、まあ、耐え切れますから、そこで逆転の可能性というのは十分考えられると思いますね。さらにはチームカラーとしてはとにかく集団戦が強いというのが、まあセブンセブンですからね。いやただちょっと仕掛けられないですね。そうですね、 1V1
1-3-1 のようなコース、いやそこで入っていくのか、柔らかい、柔らかいが、いやそれでもメガダーレ自制ゲージ倒されない、ようやく皇帝のブーストレイでロケリアが倒しましたが、ここから暴れてはスティール、そしてセロスは常にダメージを出している。そのままユタボンが追撃、ティントンとロケニアが生き残っているのみですが、逃げようがありません。4キル獲得、デトネーションオーカスミ1-4交換です。今のエビ選手が全て包括を受けて、その間にセロス選手と、まあ、ユタボン選手がダメージを出し切って集団戦勝ち切りましたね。その役目はスティールの役目だったように見えますがスティール選手全く包括されませんでしたね。はい、さあゲームは勝利したのはデトネーションオーカスミとなりました。でまあ、新加入のプレイヤーとしてエビ選手を注目プレイヤーに挙げさせてもらいましたが、そのエビ選手の役割、フォーカス面にとってちょっと新たな戦術というところで大きな変化を生み出してますよね。トップサイドの連のプレッシャーというのを生かしてトップサイドからゲームを展開させていっている。それに対してさらにこうボットサイドからトップレーンのカバーができるビビット選手がサポートシェーンを使うことによって、そのスプリットプッシュの相手から受けるプレッシャーというのも軽減していますから、エビ選手が非常にこうゲーム全体に対して大きな圧力を生み出しましたね。これちょっとこれだけ の, そのスプリットプッシュというかワンボイワンの強さを見つけるとですね、次セブンセブンとしてはちょっと線をまずはバンをするか、もしくはサポートして取り上げないとというのは感じますよね。さらにはまあジャングルの選択といったところも少し変化しなければなりませんよね。今回ファームタイプの芝名、そしてまあトップサイドからスタートしたことによって、ライジン選手がエビ選手のプレッシャーを受け切るしかなかった、返すことができなかったというところがありますから、うん、ドラフトもそうですし、レベル1のジャングルのスタート位置というところも変化していく必要性があると、そういった試合になりましたね。あとロケニアがその試合に介入できなかったと。アジールというチャンピオン自体がそもそも、まあ、他のレーンへと移動していくことに長けたタイプのチャンピオンではないですが、ただそれでも何度かこうやはりスティール選手がミッドに対してプレッシャーをかけて、まあロケニア選手を動かせないように、連のアドバンテージを取らせないようにしているというところで細かくプレッシャーをかけているという点も大きいと思いますし、さらには早い段階でヘラルドを取って、それをミッドのファーストタワーに使ってミッドのファーストを破壊できたという点も大きかったですね。ただここの攻防はすごかったですね。ライジン選手の技術の高さというところが伺えましたよね。ここでギリギリまで引きつけてですからね。ここでブラストコーンでサビス選手が奥に飛んでしまったというところが一つ、まあ、1キロ取られてしまってむしろキル返せなかった要因になりましたね。あそこで、まあ、奥に入らずに手前に飛ぶような形で、ディスエンゲージもしくは集団戦の戦闘をリセットできていればトップの仕掛けというところでライジン選手がファームするスペースも生まれたでしょうし、一つ逆転のきっかけになりうるようなタイミングでもありましたね。ちょっと焦ってしまったような、まあ、プレーになったと。そうですね。そしてそれ以降サビ選手が手に封じられてしまうという形になりましたからね。ここからエビ選手その後すぐさまレーンに戻って、そしてトップレーンに対してプレッシャーかけ続けていって、先にタワーの破壊に成功しましたからね。あとは1つ目 の, そのインファーナルドレイクをかなり優先したセブンセブン、ただ2回目が取れなかったという、これが大きな点ですよね。トップレーンの有利を捨ててまでインファーナルドレイク取ったというのを優先したので、ちょっと続けたかったかなというイメージありますが。そうですね。しかも2つ目のインファーナルドレイク 16% AD が上がるというところで、ある程度の装備差というのを覆せる、そういったドラゴンにもなりますからね。ただやはりトップレーンがあまりにも苦しいのでカバーに入らなければならなかったというところがドラゴンのコントロールを失う結果につながりましたよね。まるでスティールは相手のジャングラーがどこにいるか分かっているかのような早い判断でしたからね。非常に素早かったですよね。あ、テレポートのシーンですか。普通であればテレポートで返すんですよ。普通であればそうですね。テレポートありましたからね。ありました。そしてディープアウトもトップサイド置けていましたから、ナーがテレポートする場所というのはたくさんあったんですが、まあ、確かにテレポートする対象の体力はあそこまで削れれば何もさせずにむしろキルにつながるような形でもありますから。あとどうなんですかね、その魂の収穫がちょっとまあ見れなかったなと。
強さという部分でまだ100スタックですかね、ゲームエンド。そうですね、途中確認したら24分か27分の時に130、130スタックがちょっとやはり物足りないのかなという感じもしましたけどね、まあ、ただレートゲームのダメージは期待できますからね。そうですね、50分まで行った時のダメージといったところは非常に面白いものがありますね。いやここもいやタンクではないですからね、ただそれでも長く生き延びたと。そうですね、やはりまあメガナの状態であればステータスも高いですし、体力も高かったというところで受け切ることができましたね。ただまあ一方で、まあ、そのナを倒すために大きなリソース、多くのリソースを割いてしまって、スティール選手に対してセブンセブンとしてはまあ何もすることができなかったというところで一気に集団戦も逆に持っていかれてしまいましたね。スティールのターゲットが非常に素晴らしいですね。常にダメージを出せるプレイヤーにプレッシャーをかけていますが、特にハレッジにノックアップであったり決戦場を打っていたということが、ちょっとハレッジが、ね、すぐポジションかなり前目になってたっていうのもありますから、まあ、やはりフロントラインから溶かされてしまう危険性というのは、まあ、装備の関係上高かったと思いますから、その上で相手のキャリーのダメージのリソースというのを削り切っておくというところは集団戦あの状態でも勝ち切る上では非常に重要ですよね。少し甘えたプレー、相手のキャリーフリーにしてしまったら、うん、逆転してくるだけのポテンシャルといったところはやはり、まあ、持ってますから、沖縄選手とハレッジ選手ですからね、しっかりと警戒してましたね。さあそしてこの後は A ゲーム2に入りますが、一度インターバルに入らせていただきます、それでは一度失礼いたします。